はよりダイエットだったりとか筋肥大においてトレムネ肉よりも優秀だということが言えると思います。はい、どうもこんにちは、アクトルブログです。ということで今回なんですけど、痩せたい人が絶対に食べるべき最強タンパク質食材10選ということで、筋肉をつけていきたい、体脂肪を減らしていきたいと思っている方で、ダイエットだったりトレーニングを行っている方が絶対に食べた方がいい最強のタンパク質食材っていうのを10個用意させていただきました。そもそもタンパク質というのは筋肉だけじゃなくて、髪、肌、爪、内臓、体のあらゆるところはタンパク質からできていて、人間の体の中で約 15% から 20%タンパク質でできてると言われています。筋肉以外の部分にもめちゃくちゃ重要度が高いタンパク質なんですけど、筋トレを行っていたりダイエットを行っている方、世間一般から見ると鶏むね肉、卵、ブロッコリー、こういったものばっかり食べてるんじゃないかなって思われてる方結構多いと思います。そして筋トレ始めて1年目の方だったりとか、ダイエットを始めて間もない方というのも、先ほど例に挙げた食材というのを食べていかないと痩せられないとか筋肉がつかないんじゃないかと思われてる方たくさんいると思います。でも正直鶏むね肉ばっかり1年間食べていくのめちゃくちゃきついし、正直いろんな食材食べたいじゃないですか。なんで今回は鶏むね肉に匹敵するぐらい優秀なタンパク質源でもありますし、むしろ総合的に評価すると鶏むね肉よりも筋トレダイエットにおいて優秀なんじゃないかというようなタンパク質源も紹介していきたいと思うので、ぜひ皆さん動画を最後までご覧ください。まず一番最初に、なんで鶏むね肉がダイエットだったりとか筋肉において優秀と言われてるか、そういった背景を説明していきたいんですけど、体脂肪を減らしていきたいと考える方が一番懸念していかなければいけない栄養素である脂質、これを極限まで減らすことができる食材になります。もちろん皮を剥がずに食べてしまうと脂質どうしても高くなってしまうので、ダイエットをされている方だったりとか筋トレをしていてより効果的に筋肥大をさせていきたいと思われている方は、この皮というのを剥いで食べてくださいってよく言われるのを聞いたことがあると思います。この鶏むね肉についている皮を剥いでしまえば、脂質というのが限りなく抑えられた状態でタンパク質という栄養素を摂取することができます。そしてこのタンパク質量なんですけど、 100g あたりに含まれているタンパク質量というのが約 20g も含まれているんで、めちゃくちゃ高い食材の一つになります。僕の動画でも散々皆さんにお伝えしているんで、タンパク質という栄養素がどのぐらいダイエットだったりとか筋肉を肥大させていく上で重要な栄養素かということは皆さんも十分理解していると思うんですけど、ただただタンパク質というのをたくさん摂ればいいわけではなくて、アミノ酸スコアと言われているその食材に含まれている必須アミノ酸のバランス、これを評価した基準が高いもの、こういったものを摂取していくことが最も重要になってきます。そしてこのアミノ酸スコアというのは100点満点に評価されていて、アミノ酸スコアが100の食材たちっていうのはダイエッターやトレーニーにおいて最強のタンパク質源と言えると思います。なので今回紹介していく10個の食材というのは、どれもアミノ酸スコアというのが100の食材になるので、ぜひダイエットトレーニングしていて、もう鶏むね肉飽きてきたよとか、鶏むね肉ばっかりだったらたくさんの量1日食べられないよと思ってる方というのは、ぜひ今回紹介していく10個の食材というのを今後のダイエット期間やトレーニングライフにおいてぜひ取り入れてみてください。そして一般的にタンパク質が筋肉にいいっていうのは皆さんも十分分かってるとは思うんですけど、このタンパク質がなぜ筋肉がいいのかというと、タンパク質を摂取することによって血中にアミノ酸がたくさん流れてくるんですけど、このアミノ酸濃度が高い状態の時というのは筋肉の合成率っていうのが上がっています。逆に言うと、この血中アミノ酸濃度というのが低くなってしまうと、どうしても筋肉を分解していく方ばっかりに進んでしまうので、ボディーコンテストやボディービルダーの方で1日に5食も6食も食べていく方、そういった方というのは1日を通して常に体に栄養を補給していきたい、そういった思いで食事の回数というのをなるべくたくさんの回数に分けて摂取するようにしています。そしてダイエットの方やトレーニングの方で鶏むね肉ばっかり食べている方も、今日の10個の食材というのが明日からのダイエットだったりとか自分自身の食事の選択肢というのもたくさん増えていくので、よりダイエットだったりとか筋肥大において長期的に継続しやすくなると思いますし、自分の目標というのをより達成しやすくなると思います。ぜひ皆さん明日からの自分の食事レパートリーに追加してみてください。それではまず必須アミノ酸とは何なのかというところなんですけど、皆さんがよく飲むプロテインあるじゃないですか。このプロテインとは約20種類のアミノ酸で構成されていて、このアミノ酸の中には9種類からなる必須アミノ酸と11種類からなる非必須アミノ酸、この2種類に分かれます。そしてこの9種類の必須アミノ酸と言われるアミノ酸は人間の体の中では作り出せないアミノ酸になります。なので
ので必ず食事だったりサプリメント、そういったもので外部から体内に摂取していく必要があります。なので自分の体内では作り出すことができない必要なアミノ酸ということで必須アミノ酸と言われています。そして皆さんがよく耳にする EAA、 このサプリメントがあると思うんですけど、この EAA のサプリメントというのは必須アミノ酸9種類を含有したサプリメントになります。この EAA についてはいろいろ SNS 上では議論されている部分もあるんですけど、前回の動画でもお話しさせていただいた通り EAA は必須アミノ酸なので体に悪いわけがないんですよ。そして体には必ず必要なアミノ酸になってくるので、トレーニングをしてより筋肥大をしたいと思っているトレーニーの方たちには推奨されていますし、 EAA を液体に溶かして飲むことによってより吸収速度が速くなるので、トレーニング中だったり空腹を感じた時というのは体内に栄養が不足していて筋肉を分解するタイミングになってしまうので、より早く吸収できる EAA を飲んだ方がいいよねということが推奨されています。そして EAA のもう一つのメリットとしては、ダイエットを行っていてカロリー制限なんかを行っている方というのは、固形物からタンパク質を摂取しようと思うとどうしてもカロリーが上乗せされてしまうので、アンダーカロリーを常に作っていかなきゃいけないダイエット中においては、超低カロリーで必要なアミノ酸が取れる EAA というのはとてもおすすめのアイテムにもなります。はい、ということでここからは実際にアミノ酸スコアがめちゃくちゃ高い鶏肉に匹敵するタンパク質源の食材というのを皆さんに紹介していきたいんですけど、まず1つ目、鮭になります。僕の動画とかをよく見てくださってる方というのは、鮭がダイエットにおいてかなりいい食材というのは聞いたことあると思うんですけど、このタンパク質源であるアミノ酸スコア、このアミノ酸スコアも100点でめちゃくちゃダイエットだったりとか筋肥大においても優秀な食材になります。そしてこの鮭には良質な脂質と言われる脂質がたくさん含まれています。鮭に含まれる DHA、EPA というのは血行促進効果があって疲労回復にもめちゃくちゃいいです。それに加えて鮭に含まれるアスタキサンチンは抗酸化作用がビタミン C の約6000倍とも言われていて、このアスタキサンチンが活性酸素を除去して疲労回復だったりとか老化防止にもめちゃめちゃいい成分になってます。そしてこのアスタキサンチンは体の炎症も抑えてくれるんで、筋肉痛が気になるなと思われてる方も鮭を食べるといいと思います。それでは2つ目、豚肉。この豚肉にはビタミン B1 が含まれていて、このビタミン B1 というのは糖の代謝を良くしてくれるんですよ。炭水化物をとっても脂肪に変わりづらくなります。そしてそれに加えて豚肉の油というのはオレイン酸が含まれていて、このオレイン酸は不飽和脂肪酸と言われる良質な脂質になっていて、悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロール減少させないというような働きもあります。なので動脈硬化に伴う心筋梗塞や脳梗塞、高血圧、そういった生活習慣病にも役立つと言われています。それでは3つ目、プロテイン。いやそんな当たり前やんって思われてる方いると思うんですけど、そもそもプロテインって何からできているのかというところを考えてもらいたいんですけど、プロテインというのは牛乳からできています。そしてこの乳製品である牛乳というのがアミノ酸スコア100なので、もちろんそれからできているプロテインというのはアミノ酸スコア100になっています。じゃあプロテインじゃなくて牛乳じゃダメなのかっていうところの話になってくると思うんですけど、前回の動画で食べなくなったもの10選の中に牛乳を選ばせていただいたんですけど、牛乳というのはもちろんタンパク質も含まれてるし、それ以外にもカルシウムというミネラルが含まれてるからいいんじゃないのって思われる方いると思うんですけど、ダイエットトレーニングにおいて牛乳を飲んでいくというのはかなり脂質が高いものを摂取していくということにつながっていくので、アミノ酸スコアというのは100になってくるんですけど、どうしても脂質が高いからあまり皆さんにはおすすめできない食材になっています。それに比べてプロテインというのは牛乳からタンパク質だけを抽出したサプリメントになるので、タンパク質以外の不要な栄養素、炭水化物、脂質というのは取らなくて済みますし、この2つを取らなくていいことによって摂取するカロリー量もかなり抑えられてコントロールしやすくなります。そして鶏肉よりもプロテインを摂取した方がいい場合もあって、鶏胸肉というのは固形物なので固形物を消化吸収していくには約2時間ぐらいかかるって言われてるんですけど、プロテインというのは約30分から1時間の間で消化吸収が終わると言われています。そして先ほど EA の時も説明させていただいたんですけど、液体になっているんで、この液体というのは吸収速度が速いだけじゃなくて、タンパク質消化吸収率補正、アミノ酸スコア、 PDCAAS と言われる観点から見ても、プロテインのような粉にまで生成されたものというのは純度も高くて体内の利用率も高いんですよ。分離大豆タンパク、 WPC 要はホエイ、そしてカゼイン乳タンパク、こういったものは PDCAAS が 1.0 の最強の評価になっているんですけど、その他の固形物から摂取していくものというのは 0.92、 0.91 と体内の利用率で考えるとどうしても下がってしまうんですよね。消化吸収も固形の肉に比べるとしやすいので、もちろんアミノ酸スコアだけ考えるとプロテインも100、豚肉鶏肉も100になってくるんですけど、 PDCAAS まで考えるとこういったプロテインパウダーの類というのはタンパク質消化吸収率補正アミノ酸スコアも 1.0 となっていて、鶏胸肉よりも優秀だということが言えると思います。それでは4つ目、マグロの赤身。ボディーコンテストに出場していたりとかボディービルダーの方たちが減量中
によくお寿司だったら食べれるよって言ってるのを聞いたことある方いると思うんですけど、このマグロの赤身というのはそもそも脂質というのがめちゃめちゃ少ないです。 100g あたりに含まれる脂質の量というのが 1.4g ぐらいになるので、ほぼ脂質を取らずにタンパク質をたくさん摂取することができます。そしてこのマグロの赤身にはビタミン B 群がたくさん含まれていて、このビタミン B 群というのは先ほども説明したんですけど、糖の代謝もよくしてくれるんですけど、脂肪の分解を促進してくれたり、筋合成も促進してくれたりします。なのでトレーニングを行っている方だったりとかダイエットを行っている方っていうのは、めちゃめちゃマグロの赤身というのは優秀なタンパク質源になります。じゃあマグロはマグロでも赤身しかダメなのかっていうところなんですけど、もちろん大トロを食べてもカロリーだったりとか脂質の範囲内であればダイエットっていうのは進めていくことができるんですけど、先ほど話した 100g に対する脂質の量というのが 1.4g の赤身に対して、大トロというのは 100g に含まれる脂質の量っていうのが約 25g ぐらい入ってるんですよ。なのでもう10倍以上の脂質が含まれているんで、かなりダイエットをしていくには不向きにはなるんですけど、もし1日に摂取している脂質の量が極端に少ない日だったりとか、どうしても大トロが食べたいから他で脂質を調整していく、抑えていくって考えられている方というのは、自分が食べられる範囲内であれば食べていってもいいと思います。それでは5つ目、卵というのはビタミン C、 食物繊維以外の全ての栄養素を含む完全栄養食とも言われていて、卵に含まれる脂質というのは良質な脂質になっていて、よくダイエットやトレーニングをしている方たちが脂質の調整として卵を食べている方も結構多いんですけど、卵1個にたくさんの栄養素を含んでいるだけではなくて、タンパク質だったり脂質も同時に摂取できるという面から、めちゃめちゃダイエットや筋肥大においては優秀な食材の一つになります。そして卵の油というのはコレステロールや低血圧に効果的で、血中のコレステロールを排除して動脈硬化も予防できるので、かなりおすすめの食材になります。それでは6つ目、ヨーグルト自体は乳製品なので、そもそもアミノ酸スコアというのは100になっているんですけど、そのヨーグルトの中でも特に優秀なのがギリシャヨーグルトになります。このギリシャヨーグルトというのは低カロリーで PFC バランスもかなり最強な食材になりますし、ヨーグルトに含まれている乳酸菌というのは腸内環境も整えてくれて、代謝もアップさせてくれるので、朝になかなか喉にご飯が通らなくて朝ご飯食べられない方だったりとか、日中のお腹の空く時間帯に間食として食べていくのがかなりおすすめな食べ方。コンビニとか行くとオイコスってめちゃくちゃ有名なものがあると思うんですけど、こういったものもめちゃくちゃダイエットだったりとか筋肉にとってもいいので、ぜひオイコスも食べたことない方というのは食べてみてください。それでは7つ目、牛肉になります。この牛肉の中には L カルニチンという成分が含まれていて、この L カルニチンは脂肪をエネルギーとして使ってくれるので、脂肪をより燃焼してくれる効果があります。僕自身もボディコンテストに向けて減量していく上で、サプリメントを取ってウォーキングやトレーニングでより脂肪を燃焼できるようにしているぐらいなので、かなりダイエットには嬉しい成分も含まれています。そして牛肉を食べることでトレーニングされてる方で感じたことがある方いると思うんですけど、いつもより体がパンプしたなって思われてる方だったりとか、普段鶏肉や海鮮系を食べている時よりも運動のパフォーマンスが少し上がったんじゃないかなって感じる方もいると思います。僕自身も牛肉を食べた時の方が海鮮系や鶏肉よりも運動パフォーマンスっていうのが上がった感覚があるので、トレーニングをしている方以外にもスポーツ選手にもおすすめな食材になります。そして先ほど豚肉の時にも説明したんですけど、この牛肉にもたくさんオレイン酸が含まれているので、摂取する脂質の成分としてはかなりいいものになりますし、牛肉の中にはクレアチンもたくさん含まれているので、筋肥大だったり筋力アップにも効果的な成分というのが含まれています。それでは8つ目、アジになります。先ほど鮭の時にも説明したように、アジの中にも DHA だったり EPA という成分が含まれていて、そしてアジを摂取することで GLP-1 と言われる痩せホルモンが分泌することで食欲が低下して過食を防止してリバウンドだったりとか、痩せやすい体を作っていくことも可能になります。そしてアジに含まれるオメガ3脂肪酸には代謝を上げる効果も期待できるので、ダイエットを行っていく上でも筋肉をつけたい方にとってもこのアジというのもかなり優秀な食材になっています。結構海鮮系ってボディービルダーの方たちだったりとか筋肉マッチョが食べてるイメージが結構あると思うんで、海鮮系全てが良質な脂質が取れてタンパク質も高タンパクだしいいんじゃないのって思われてる方いると思うんですけど、この海鮮系の中でもタコ、イカ、エビ、そして貝、こういったものはアミノ酸スコアが結構低いんで、お寿司屋さんだったり海鮮系を食べたいと思った時にこういったアミノ酸スコアが低いものを選ぶんじゃなくて、アミノ酸スコアが高い海鮮系というのを食べるように意識してみてください。それでは9つ目、納豆になります。ダイエットやトレーニーの方で納豆を朝ごはんで食べてる方多いと思うんですけど、納豆はアミノ酸スコアが高いだけじゃなくて1パック 50g あたり 8.25g のタンパク質が含まれているんで、かなり高タンパクな食材とも言えますし、納豆自体はタンパク質量においても他の食材に負けないぐらいのタンパク質量がありますし、それに加
超えて納豆っていうのは調理しなくても食べられる食材になるので、めちゃくちゃ簡単にタンパク質が補給できるという面においても優秀な食材になっていると思います。そしてこの納豆には納豆キナーゼと言われる血液中の血栓を溶かす働きだったりとか、血流が良くなることによって代謝もアップしていくんで、体脂肪の燃焼というのも底上げしてくれる食材になります。そして納豆に含まれるビタミン B2 は、納豆1食 50g を摂取した時に約1日の所要量の 20% 前後を摂取できるとも言われているんで、納豆を摂取するだけでビタミンも豊富に摂取することができるのでおすすめになります。そして最後10個目、鶏肉になります。いやいや鶏肉ってと思われる方いると思うんですけど、結構ダイエッターの方とかって鶏のささみとか鶏の胸肉しかもう食べられないと思ってる方結構多いんですけど、意外と鶏のもも肉とかも全然食べられます。もちろん鶏肉の中でも鶏の胸肉というのがめちゃくちゃ優秀なので、その鶏の胸肉についてささみ、そして鶏のもも肉、そういった順番にはなってくるんですけど、ダイエットにおいても筋肥大においても鶏の胸肉以外にも全然ね食べていきますし、鶏の胸肉と鶏のもも肉ってさほどね脂質の量も変わんないんですよ。でも鶏の胸肉の方が料理作ったら美味しいじゃないですか。硬くなりにくいし柔らかいし、なので鶏の胸肉ばっかりもうこれだけやって固定概念にとらわれてる人というのは、全然鶏の胸肉以外にも食べていけるので、鶏肉ぜひ使ってみてほしいなと思うし、他にも鶏のレバー、これめちゃくちゃおすすめで、鶏のレバーにはレチノールだったりビタミン B2 鉄分などが多く含まれているんで、肌荒れにもめちゃくちゃ効果的です。そしてもちろんですけど、鶏レバーに含まれるタンパク質含有量っていうのもめちゃくちゃ高いので、筋肉を鍛えていきたいなと思われてる方にも優秀な食材になります。はい、ということで今回なんですけど、鶏胸肉より最強ダイエッタートレーニーにおすすめしたい最強のタンパク質食材10選ということでご紹介させていただきました。もちろんですけど、鶏胸肉というのはダイエットだったり筋肥大していく上でめちゃくちゃ優秀な食材にはなるんですけど、他にも良質な脂質が取れたりとか、タンパク質吸収率補正、消化吸収率が高かったりとか、そういったところも踏まえると鶏胸肉よりもいい面もあるし、そうでない部分もあるということがわかると思います。今回の内容でかなり食べられる食材のレパートリーというのが増えたと思うんで、いつも僕が皆さんにレクチャーさせていただいているどう調理するか、そういうところまで皆さん意識して食べていただけると確実にダイエット成功していくと思いますし、効率的に筋肥大できると思います。調理の方法としては、いつも揚げてたものを焼く、焼いてたものを蒸す、茹でるみたいな感じで、この調理方法を変えるだけで全然ね油の量だったりとかカロリーの高さっていうのは変わってくるので、ぜひどういった食材を食べるのか、それプラス調理方法、こういったところまで考えて今日の食材調理して食べていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回なんですけど、これで終わっていきたいと思います。今日の動画も有益だった、面白かった、最高だったぜと思われる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ぜひね、次回の動画も有益な情報を上げていきたいと思うんで、通知オンにして待っててください。それでは皆さん、今回これで終わっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。